だがその理想がこの始末だ。世界を変革するほどの強い欲望なぞ人間の悪性を置いて他にない。だが人間の悪性であるがゆえにその手段は自滅となる。あれこそがお前たちの本性、この時代に即した願望期のあり方だ。10年前とは規模が違う。呪いは際限なく垂れ流されるぞ。さあどうする小僧。そうだ、それでこそ余興も映えるというもの。ふん。王というのも窮屈でな。雑種に本気になった時点で俺にとっては敗北よ。ゆえに喜べ、俺はお前などに本気は出さん。とりあえずポン。とりあえずポン。どうした、質が落ちているようだが。歯応えがあるのは口先だけか、フェイカー。要件ね、別にどうこうしようってわけじゃないわ。あの野郎、こんなんでどうやって。俺の技量じゃ奴の方が切り払えない。俺にできることはただ一つ、放たれる宝具と全く同じものをぶつけて相殺するしかない。だったらトレース。その全てを複製する。オン。終了、工程完了、戦闘へ待機。ほう、今度は多いな。そうか、目に見える俺の宝具を全て複製したわけか。では採点だ。最もいかに成功であろうと一本たりとも世には残さんが。停止解凍、戦闘へ連続投射。ガラス細工にしてはよく持つ。だが急いで真似ねば八つ咲きだぞ。ドレス、ホン。しかしほとほと愚行よな。俺に勝ち得ないと考え聖杯だけでも取り外す判断は正しい。まさに雑種の具現よな。何？どうしたか？なんだあれは。読めない。あの武器だけは構造さえ全く読み取れない。そうせよ。エア。加減はしたつもりだったが、これならばアーチャーが残った方が楽しめたぞ、小僧。そこまでか。やはり偽物だったな。お前では何も救えない。あのみすぼらしいアーチャーも言っていたな。お前の理想は借り物だと。自身から生み出したものが一つとしてない男が何かをなそうなどとよくも思い上がれたものだ。正義の味方？誰も傷つかない世界だと？おかしなことを。人間とは犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。
平等という飾り事は闇を直視できぬ弱者のざれ言、醜さを覆い隠すだけの言い訳に過ぎん。そう、その通りだ。この思いは借り物。誰かを救う誰かの姿を見て真似ただけの飾り物だ。あの時自分の中は空っぽだった。誰もが平等に死んで、誰一人救えなかった。人間なんてそんなものだと諦めないと、とても生きてはいられなかった。だからこそその理想に憧れた。いけないのか、自分の気持ちではないから。それは偽物なのか、偽物だから届いてはいけないのか。違う、それはきっと違うと思う。偽物でも叶えられない願いでもいい、全てを救うことはできないと。誰かが犠牲にならなければ救いはないと分かってる。そんなものが理想に過ぎないと知った上で、なお理想を求め続けた。多くを救うために傷つけて、それでも誰も傷つかない幸福を求め続ける。その果てに奴はここにたどり着いた。お前が信じるもの、お前が信じたもの、その正体が偽善だと男は言った。それでもそういった男こそが最後までその偽善を貫き通した。ならやっていける。借り物のまま、偽物のままでも構わない。俺はそれでいい。エミやシロウは最後までこの夢を張り続けられる。たとえその先に求めていたものが何一つないとしても。なんだ、それだけのことじゃないか。出し惜しんだとはいえ、エアの風圧に触れたはずだが。そんなに山ほど持っておいて、今さら出し惜しむものがあるのかよ。あれは覇者にのみ許された剣だ。本来貴様などエアを拝謁する権利すら持たない。無事ですか、シロ。あとは私が受け持ちます。いや、セイバーは遠坂を助けてやってくれ。ギルガメッシュは俺一人で何とかできる。何を言うのです、シロ。魔術師ではサーバントに太刀打ちできない。ああ、だけど俺とあいつだけは例外だ。信じろ、俺はきっとあいつに勝てる。ご分を。リンは私が必ず。セイバー、お前を救うことが俺にはできなかった。あの聖杯はお前が望んでいるものじゃないと思う。だからよく見極めておくんだ。次は決して間違えないように。シロ、ごめん、うまく言えない。俺はお前のマスターにはふさわしくなかったんだろう。だから。そんなことはない。シロウは私のマスターだ。サーバントとして責務を果たしてきます。話はまたその後で。正気か貴様、セイバーを使わず自分を捨て石にするだと。たわけねえ。自らを犠牲にする行為など偽りに過ぎぬ。それを未だ悟れぬとは、筋金の入った偽善者よ。贋作、偽善者か。確かに俺は偽物だからな。うん、勘違いしていた。
俺の牽制っていうのは剣を作ることじゃないんだ。俺にできることはただ一つ、自分の心を形にすることだけだった。体は剣でできている。塩は鉄で、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗、ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなし。担い手はここに一人、剣の丘で鉄を打つ。ならば我が生涯に意味はいらず、この体は無限の剣でできていた。そうだ、剣を作るんじゃない。俺は無限に剣を内包した世界を作る。それだけがエミヤ・シロウに許された魔術だった。固有結界か。それでこのみすぼらしい心象で何ができる？驚くことじゃない。これらは全て偽物だ。だがな、偽物が本物にかなわないなんて道理はない。お前が本物だというのなら、ことごとくを凌駕してその存在を叩き落とそう。行くぞ英雄王、武器の貯蔵は十分か？ふん、思いやがったな雑種。贋作に他のサーヴァントが相手なら、こんな世界を作ったところで太刀打ちできないさ。無限の剣を持ったところで、究極の位置を持った相手には対抗できない。だがお前が相手なら、先に剣を用意している俺が一歩先を行く。おのれ乗れ！貴様ごときに本気を出さねばならんとはな！魔力切れとはくだらん末路だ。お前の勝ちだ。満足して死ねえ、フェイカー。何？この俺を取り込んだところで。待て！聖杯の穴。あの出来損ないめ、同じサーバントでは核にならんとさえわからぬのか。くそ、道連れにする気か。とわけ
死ぬつもりなど毛頭ないわ。踏みとどまれ下郎、俺がその場に戻るまでな。ふざけるな、こうなったら腕をちぎってでも。目の前に敵がいます。さてどうしましょう。貴様、ああ、じゃあ